皆さんこんにちは、レバレジズ公式チャンネルの飯野です。突然ですが、皆さんはお家や仕事場で使っているデスク、こだわっていますでしょうか？今回キングオブデスクを決めるデスクグランプリを行っていきたいと思います。これはですね、いいなと思ったデスクにもう投票していくっていうシンプルな企画になっています。なのでエントリーしてくれたデスクの皆さんの机をちょっとこれから見に行きたいと思います。それでは行ってみましょう。さずかさんのデスクです。はい、お願いします。ポイントは、まあ、姿勢を正しくやるために、すべてガジェットをきれいに整えているところが一番の自分のポイントかなと思います。我々って8時間とかそれぐらい1日仕事して、その8時間をいかに疲れずにやり続けることができるかというのが、まあ、生産性を上げているのが結構重要だなと自分は考えていて、でそれをやるために何が重要かというと、まあ、まずはここの膝の角度が90度であること、ここが絶対の、はい、ここの、はい、でしっかりこう猫背が首つかれちゃう、胸が見て、ここ行かせたりとか、伸びちゃって疲れちゃうので、常にこのポジションの姿勢で、まあ、8時間入れられるかというのが特に重要です。なるほど、なるほど。でそのためにまずこのスペース結構必要なんですけど、この手元のスペース、ここら辺のものがちょっと散らばっちゃったりすると、この手元邪魔になっちゃうので、はい、全部ここに整理しておいて、ここはもうマジで何も置かない、飲み物だけここに作業するみたいなことが自分のこだわりポイントかなと。なるほど。どうですか、その周りの皆さんの姿勢だったりとか、デスク周りはもうおしゃれなデスクって多分出てくるから、おしゃれなものとか、はい、いろいろ出てくると思うんですけど、8時間の仕事の中で最も効率よくできる環境を整えてるのはやっぱ自分なのかなっていうのは自負してることであるので、そこを評価していただきたいなと。なるほど。田中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですが、こだわりを教えてください。はい、そうですね、やっぱりなんといってもこの緑ですね。緑の量はやっぱりその仕事をする上で間接視野でもこの緑が入ってくると集中もできるし、あとは何でしょうね、やっぱ周りからあこの人緑の人だっていう風に捉えられるんで、はい、いろんな人から話しかけてもらえて、僕はやっぱここの緑がすごい推してますね。なるほど、はい、特にこだわった緑とかありますか？そうですね、結構ここの、あのこれ実はフェイクグリーンなんですけど、はいはい、中が一緒になってるんですよね。お、本当だ、はい、かわいい。この中でも統一感を持たせつつそう、この配置3個に置くっていうのが可愛いなっていう感じで思ってます。まだスペースいっぱいあるんで、もっとあのもじゃもじゃに緑にしていきたいなと思います。この他いかがでしょうか？そうですね、実はこれちょっと明るいんでわかんないな。でも青っぽく、青っぽい感じでライトがつくんで、あの電気を消すともっと集中力がおしゃれになります。オフィスで暗くなるときはないですね。オフィスないですね。なんでどうしようかな。まあ今回キングオブデスク、まあ、自信ありますけど、まあ、今後もより良くなっていくっていうところで、まあ、未来も据えたキングオブデスクを目指しております。次の方はこのフロアで一番目立っているということなので、この方かなと思うので見ています。あ、そうですね。私が私どもの仕事の清水です。めちゃめちゃ目立ってますが、一押しポイントを教えてください。やっぱり勝って人間って進化してきたと思うんですよ。なんかそんな中でなんかこう座って仕事をしてることに意味があるのかって、まあ、今一度考えてほしい。でそうなった時になんか逆に座ってる人って仕事になって、まあ、別にあのそういうつもりじゃないんですけど、仕事になってるのかなってちょっとまあ疑問かなと思って、なんかみんな座ってやってるけど、もう僕は別に立ってやりたいなと
思ってます。なんか立って仕事するメリットみたいなそうですね、やっぱり人間としての本来の姿で仕事ができるって言ってます。腰が痛くならない。ヘルニアを持って先輩に借りただけです。借りた、はい、疲れないですか。仕事して、そうですね、なんで2時間に1回ぐらい座っております。割と結構座ってる。腰が痛すぎたんですけど、立ち座り繰り返すだけで痛くなくなったので、あと結構眠気に弱いんで、立ち上がると回復します。なるほど。スタンディングデスクの購入、ぜひご検討よろしくお願いします。別に勝利は目指さない。勝ち負けというか勝ってる。大丈夫、頑張ってもらって。なるほど。ここ絶対使われるよ。絶対使う。絶対使う。続いてのデスクはこちらです。西田さんのデスクです。こだわりを教えてください。そうですね。僕旅行が趣味なんですけど、はい、なんか人生の中とくじを貼るっていう。あと結構いろいろなんかこれ貼っとこうって思ったものなんかペタペタ貼ってるので、あのいろんなところに紙が貼ってあるっていうのが推しポイントかもしれないですね。これは入る電車が分かるようにスケッチを貼ってあったりとか、あとなんかコーヒー車内で食べるんですけどスタンプカード貼ってたりとかっていう感じですかね、はい。ちなみにまあいろんなもの貼ってあったり置いてると思うんですけど、はい、一押しポイントは一押しポイントですか。そしたらこのなんか西田ありがとうって書いてあるやつですかね。これなんか2年ぐらい前に僕部署移動したんですけど、はい、その時になんか前のお世話になった方が新しい部署でエースとなるって言って、なんかあのサプライズのケーキの上についてたんですけど、それを自分で引きちぎってここに貼ってるっていう。これもそうですか。ユンケルの、これもそうです。なんかユンケルの誕生日プレゼントでもらって、なんか尊敬する先輩にいつもいつでも君の味方です、ヒーバースデーって書いてあって、中だけ飲んでここに残しておいてますね。なんか結構流行ったじゃないですか、なんか3秒迷ったら捨てろみたいな。やっぱ捨てるとそのものってやっぱり二度と戻ってこないっていうので、自分は結構やっぱり3秒迷ったら基本的には取っておいて、最後の最後も溢れ返った時に本当にいらないものからちょっと残念ながら捨てていくっていうことが自分のモットーにしていますね。捨てない美学。なるほど、新しい。なんか捨てられない理由を正当化してるなって思って面白かったです。私は結構どんどん捨てる。シンプルな感じ。あ、そうですね。どんどん捨てる。調子。調子。いや、週末ですね。ちなみに、はい、上がってないんですけど。失礼しました。休憩中で。私たちが来たということは、はい、こういった結果になりました。ぶっちぎれた。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、当然の結果だとは思ってるので。改めまして、お気持ちはいかがですか？そうですね、やっぱり、まあ、デスクの工夫って別にいろいろ人それぞれあってもいいかなとは思ってて、もちろんこうした方がいいっていうのがあるわけじゃないんですけど、なんかいろいろやるの無駄だってさっさと買ってもらったらいいなと思います。ありがとうございます。ということで、キングオブデスクは清水さんでした。マジで各所から流れてる。ごめんちょっとね、そんなに大丈夫です。あ、そうです。